ちむちむチャンネルです。今回は松台ファミリースキー場にやってきました。松台ファミリースキー場全コース滑ってみたいと思います。パークもあるスキー場ということで、今回はそちらも紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。レッツちむちむ。リガー会長の関達也さんです。はい、お願いします。アイテムを使って滑ってみたいなと思うんですが、はい、やったことないのでいろいろと教えていただきたいと思います。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。アウトするところに流しがここを置いて、こっちは下げながら、やったー、はい、めちゃめちゃ綺麗でしたね。どうでした？気持ちよかった。でもこのくらいからのスタートだったらちょっとやってみようかなって思いました。そうですね、まあ、このボックスのやっぱコンセプトとして低いことによってちょっと恐怖心が和らぐことで、子供やビギナーの方にぜひチャレンジしてほしいっていうところで、この低さでやらせてもらってます。まずは、緩やかなところで、しっかり板を、フラットを作る練習をしてから入っていただけると、ボックスもより安全に、トライできますので。約6メーターのキッカーになっております。ここがちょっとバンクになってる。はいはい、はい、こんな感じになっております。今回は松台ファミリースキー場
関さんにアテンドしていただきながらご紹介していただきました。コンパクトなスキー場ですけど、こういうアイテムもたくさんありますし、地形も独特でとっても楽しいスキー場ですので、はい、ぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。関さん、ありがとうございました。はい、こちらこそ。